今回も独断で好きな名キャラクターを紹介していくよ。ファイナルファンタジー4。1991年にスーファミで発売されてから未だに人気の衰えない人気作。多彩で魅力的な敵、味方キャラの多い中、ゴルベイザ四天王を差し置いて特殊戦闘局を持ち、その見た目と凶悪さから子供のトラウマにすらなり得るほどインパクトのあったカルコブリーナ。地底王国の王女ルカの人形をゴルベイザがいじって敵になるんだが、倒して数が減ると合体して強くなるという、泣かされたプレイヤーもいたんじゃないだろうか。正統続編であるファイナルファンタジー4ジアフターイヤーズ月の帰還では成長したルカが飛空定義士シドに弟子入りし、その技術で修理し仲間として迎えることができるんだ。あの恐怖の攻撃が蘇る。スマホでももちろんできるから、ぜひその可愛さを拝んでほしいんだぜ。最後までご視聴ありがとうございました。